どうも徳島の皆さん、そして全国の皆さん、今日はねちょっといいんですよ、知り合いの方からこれこのタイもらったんですよ。タイ、ナルトの、タイだそうです。ちょっと小ぶりやけど、これをちょっと食べたいんやけど、まあ魚さばいたことないんですよ。ようこそ皆さん、徳島県特化型 YouTube 番組こやけんあわびより、今回は人生で初めて魚をさばきます。やり方を全く知らない僕が直感のみでうまくさばくことができるのでしょうか。後半は一人でヘラヘラしながら晩酌をしております。それでは徳島から世界中の皆さんへ。なんせちょっとやり方がわからん。うわ、パンパン出ないか。うわ、ごっついね。うろこ。うわ、やば。片揚げポテト食うた時みたいな音しよる。これで、あ、取れる取れる。あ、いいじゃない。力加減むずいな。なんかあんまいったら、ゴリゴリに身取ってもらえそうで怖いな。あー、いた。よしよし。え、これ顔もどこまでやるんだろう。じゃこれ反対面もやな、こっちもやな。これがなあったらエラが、ヒレか、ヒレがあってやりづらいし、ごめんよ。よいしょ。すごいな、魚って当たり前に食べれよるけどめんどいな。よし、これまあ両面やると。で、まあちょっと水で流したんやけど、多分取れとるな。あー、取れてないな、むずいな。ちょっと一回きれいにするわ。切ります。よいしょ、切れたのかな。んで、ここをね、こう開けていくんやけど、あー、ほら、こっちか。お、わかったぞ。今の角度やな。よしよしよし。ギャー。ちょっとごめん、あれやけど、肝をね、これを出すと、よし、あ、取れた取れた取れた。これじゃ、これエラな。今開けたら、ちょっとこれを洗います。ほな、洗えたんで、これの、頭をね、これもか、こっちやな、頭の方につけて、この辺か、この辺やな。いいな。よし、よし、よし、取れました。よしよしよし。これね、これはちょっとね、後でまた粗汁にでもするわ。これがあっとんかっていうところやな、果たして。お、お、ええんちゃう。ほれほれ、うお、タイ出てきた、タイ出てきた。これ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 、うい、んで、よいしょ、これをここが外れたんよ。おし、来た、これ来ました、来ました。どうでしょう。外したら、なんかちょっと骨いっぱいついとるけど、はい、これで、いわゆるあれちゃう、三枚におろすぞってやつちゃう、これ。これも
アラの方な。で、よし、身が出てきたよ、身が。もうすぐ食えるぞ、刺身。この骨みたいなの取らなあかんよな。どうしたらいいんだろう。ここ切るか、とりあえず。え、ちゃう？あーでもめっちゃ身ついとる。これはアラの方じゃない、やろう。どうせお味噌汁やから。んーで、多分真ん中とかいらんよね、これ。いらんことはないんだろうけど。よいしょ。うん、ほい、はい。しかし、ここに来て重要なことに気がつきます。でもこれ刺身にせなあかんのよな。皮がいらん。皮を剥がして。簡単に剥がれるんかな。え、これ無理くない？それでいけば多分でか刺身取れるっしょ。よいしょ。さばいたというよりむしり取ったに近い今回の刺身、残りはすべてあら汁に使いました。完成。よいしょ。ちょっと盛り付けたんやけど、こんなすだちな、飾り切りみたいなして。こんだけしか取れんかった。もう隙見。なんかもうちっちゃいちっちゃい、なめろうみたいになっとんやけど。ね、まあそっちがあんま取れんかった分、この、あら汁はね、結構ええ感じにできたやけん。早速、じゃあちょっと味見してみますか、ナルトの台。いただきます。まあいいんかい。まあでも言うて、自分で初めてさばいた魚やからね。こまいなぁ。こんなんよ、もう。こんなん通学路に落ちとっても小学生嫌わんだろうな。気づかんと思うな、多分。いただきます。ちょ、うまいな。ちょっとやっぱ徳島なんだよ、すだちよ。うん。すだち今時期ちゃうけんちょっと高いんやけどな。刺身とかすだちキューッと絞って食べたらうまいんよ。これもナルトのわかめ。うん、あ、うまいうまいうまい。あ、全然いけるわ。うわ、よいしょ。これでかい。もうボロボロやけど、ボロボロやけどでかい。うん、うろこか。1円玉入っとんかと思った。もうおいしいおいしい。おいしょ。で、これあら汁な。これは多分うまいはず。うんうんうん。あ、これめっちゃおいしいわ。これは何の問題もない。うん。刺身より身あるぞ。あ、おいしいおいしい。まあほんでね、せっかくまあ刺身あるんで、もう今日はちょっと酒を。ね、これも徳島の酒を。紀藤ゆずチューハイっていう。うん、紀藤村っていう村が、まあゆずがいっぱいあるんやけど、そこのね、ゆずチューハイ。これ見てこれ。ゆずばあちゃんっていうね、このゆるキャラみたいな。頭がゆずみたいになったのこれ。ほんなら剥けるんかいっちゅうな。これはキモいなと思いながら。まあ、愛すべき地元キャラですよね。うん、なら、乾杯。うま。あ、うま。なんか日頃普通に刺身とか食いよるけど、もう魚にも感謝やし、これやってくれよる人にも感謝なよ。大変やなと思った、ほんま。うん。ありがたいね。
苦っ、うん、あれじゃ血合い肉取れてなかったんじゃ、ゆずバーで流し込むしかない。ああでもなんかちゃんとした人がさばいてくれた方がうまいけどよ、なんかありがたみがやっぱいつもより強い分綺麗に食おうってなるな、うん、もう鱗がほぼ取れてない場所があったんだろうな。こういう反省点もねありながらの、ええ晩飯ですわ。タイ一匹定食やな、うん、ああ美味しかった。コースさんでした。まあちょっと感想としては、うん、今ほんまもうあのスパンコールのドレス2着食ったぐらいね、口の中もう鱗だらけやけど、うん、とりあえず美味しかったですね。もう綺麗に、うん、食べました。一匹丸々、この徳島のお酒も飲み、徳島のすだち、徳島のわかめ、徳島の三つ葉もそうですよこれ、それに加えてやっぱナルト、うん、徳島ナルトの鯛ですね、まあこれをいただいたんで、さばいて食うてみましたけど、まあやっぱり徳島でよかったな、まあこんな感じですわ。とりあえずちょっと魚一回さばいてみたかったんで、やってみました。皆さん、ぜひこれからも徳島のいろいろを載せていくんで、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いします。それと、僕もう一個ね、あのくやけんラジオ計画という、チャンネルもやっておりますので、そちらもぜひ、よろしくお願いします。ほんなら、僕はもうちょっとこのままならいやー盛り付けでごまかしたなぁいやまあまあうまかったけどね、やっぱ魚さばく難しいですよ。あとちょっと今回ねオープニングをつけてみたんやけど、あのアワビオリって出るとこ徳島豊ペットの感じで子供の声で言うてほしいんやけど、こんな誰がわかんな、もう時間ないわ。終わりです。次回お楽しみに。